お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はね、舞姫大学のナミさんから動画ではなくてブログの方が送られてきましたので、私がですね、そのブログをこうやって読みながら皆さんにお伝えしていこうと思います。これをですね、ブログの動画化と言うんですけども、その通りやないかって感じですよね。まあこういった形でね、例えば動画が何らかの原因によってアップロードできない場合、文字列で送っていただいても、こうやってね、動画に変換するってことができるいい時代ですね。それでは読んでいきましょう。心と体のセラピスト、潜在意識コーチ、ナミの自由な人生の歩き方でございます。憧れますね。潜在意識を書き換えて、なりたい自分になる方法。なりたい自分になってますか？仕方がない自分になっちゃってるんじゃないですか？なりたい自分になれますからね。悩みを手放して幸せをつかむ生き方ということでございます。さあ、では、このエントリーを読んでいきましょう。あなたの夢を叶えても良いですか？ということで、1月5日にエントリーされております。2024年、明けましておめでとうございます。1月なのに、雪が全くない新潟、まるで春のような気分でブログを書いています。さて、あなたは1年の始まりにワクワクしていますか？今年はどんなことをしたいですか？さっき、朝食を作りながら考えて気がついたんですけど、昨年は私は〇〇を叶えたいと思ってがむしゃらに動いてきたけども、今年はみんなの夢を叶えられる人になりたいと思いました。2023年を振り返って、叶ったこと、叶わなかったこと、整理して考えてみたんです。そして気がついたんです。私が叶えていたと思っていた夢は、みんなに叶えてもらっていたということ。つまり、誰かが私の夢を叶えてくれていたんだよね。例えば、自分の講座を開きたい。夢はいつからでも叶えられることを伝えたい。と思った私の周りには、集まってきてくれた人がいた。時間を使ってくれた人がいた。だから、叶っているんだよね。時間を使うってことは、命を使うってことなんですよ。本当にありがたいです。本当にありがとうございます。ということで、今年はもっとみんなの夢が叶うように応援していこうと思います。そして、周りに愛の循環を起こして、豊かさにあふれた人でいっぱいにします。今年もあなたをいっぱいいっぱい応援させてくださいね。大丈夫。人生は結局のところうまくいくから。いつもありがとうございます。これからもあなたを応援しています。ご質問、あなたの叶えたい夢はこちらから教えてね。ナミと1対1のやり取りができます。まずはお友達になる。LINE 登録お願いしますということですね。LINEID の検索はこちらの方からお願いしますということで出ておりますので、動画概要欄にも貼っておきます。アットマークナミハウスでよろしくお願いします。それではナミさん、また次回の動画更新よろしくお願いします。